皆さんこんにちは、エイジくんです。さあ今日ですね、もう最近もうすっかり冬になって、もうほんと肌寒いんですけれども、最近ね、視聴者さんからエイジさん、なんか体が温まる方法ないですかってお問い合わせいただくんですけれども、僕もね、いろいろな方法あるなと思ったんですけど、一番おすすめのものがあるんです。はい、こちらでございます。キラ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 、はい、荒牧四国の写真集です。いや、僕も寒がりだから、さっき荒牧の写真集見てたんですけども、ちょっとやっぱ今体がほてっちゃって、もうすごい。え、何ですか？え、そんな体が温まってなんかやばい成分入ってるんですかって、ちょっと待ってください。成分表今出しますんで、確かに。じゃあ成分なんですけれども、荒牧義彦 100% 以上です。まあそうですね、小麦とかでんぷんとかちょっと入ってないっぽいですね。もうオーガニック荒牧義彦 100% っていう状況に包まれてます。え、その荒牧義彦はなんかどこ産かって、まあ確かにまあ生産地も気になりますよね。この生産元なんですけれども、はい、こちらなんですけれども、東京都産になりまーす。で、こちら発酵元がポニーキャニオンさんです。ポニーキャニオンさん、美味しそう。ということで、この荒牧家の写真集なんですけれども、このね、荒牧家の握手会レポ動画を見て、こちらの写真集をご紹介させてもらったんですけれども、本当ありがたいことにね、もう動画を見てこの写真集買いましたっていう方がたくさんいて、いや、なんか動画を見て荒牧くん知れましたとか、この写真集買いましたとかでたくさんお声掛けいただいたので、こっちがね、新しい方の2冊なので、もうね、こっちのね、昔の2冊の方もぜひ紹介したいなと思って、今日は動画作っちゃいます。いや、だって冷静に考えてみて。いや、やっぱりさ、日本に住んでて得なことって2つあるじゃん。まず1個目が治安がいい。2個目、荒牧義彦くんが住んでる。つまり、この荒牧家の写真集が気軽に手に取れると、もうほんと日本人の特権なわけ。いや、ほんともうみんな日本に住んでたから特権使ってこう。いや、もうほんとこんな国宝級のイケメン見れるなんて、ほんともう日本ぐらいだからね、もうシンガポールの人今頃泣いてるよ。で、まあ簡単に写真集ご紹介していくんですけれども、こちらが2017年発行の写真集で、こちらが2018年発行の写真集です。はい、まずこちら2017年に発売された本の写真集なんですけれども、いや、なんかね、もうほんと中身の感想を一言で言うと、なんか世界遺産。いや、僕もさ、あまりに綺麗すぎるからさ、これ、あ、すごい世界遺産が、すごい景色綺麗、キラ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 って思ってたの、これ荒牧家だったみたいな。つまりは荒牧家って世界遺産なわけ、わかった？はい、じゃあもう簡単にね、もう秒速でレポートしてきます。あ、はい、皮巻き、抱きたい巻きに、スゴ巻き、プレミアムエチ巻きに、巻き巻き巻き、お、脱ぎ巻き、お、ちょっともう、世界遺産巻きに、びちゃびちゃ巻きに、巻きに、オーガニック巻き、え、瞬刈りし巻きに、クワエマッキーに、お風呂、え、はい、ということでこんな感じでした。わかりやすかったでしょ。もう早速カートにぶっ込もう。はい、じゃあこちら2018年の方の写真集なんですけども、こちらはちょっとね、なんか文章多めの写真集で、写真プラス文字って感じです。で、なんといってもね、こちらの写真集ゲストもたくさん来てるんですけども、僕の大好きな橋本翔平くんと荒牧家の対談が載ってるわけ。いや、そんなんさ、ファミレス行ってさ、すいませんサラダ一つくださいって言ったら、なんかミックスグリルと牛丼来たみたいな感じで、ほんとありがたく幸せ。こっちはね、ほんとナチュラルにマッキーを楽しめて、こう文字とかもたくさんあるから、よりマッキーを知れるみたいな感じで、ほんとにもうなんか、すごいのよ、これ。もうほんとに。やばいからね、これも。だって。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、さっさとカートにぶっ込めて話。いや、ほんとにね、これからもまだまだ寒い季節続きますからね、もうこの荒牧家に頼って、もう体温上げていきましょう、ほんと。もう、上げ。本当にね、もう太陽を上げたい方も、世界遺産を見たい方、ぜひおすすめでございます。いや、てかさ、この動画見てる日本人の方全員顔だって、本当もう海外の方失礼だからね。ということで、今後も荒牧家たくさん応援していきたいと思います。はい、よかったらこの他にもお宅の動画上げてますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてよかったらグッドボタンとチャンネルの方登録よろしくお願いします。またねー。